テイスマツリの広畑です。では早速本日の動画の内容をお願いします。コンタクトプラスストップスキルイコールセパレーションっていう内容です。もういまいちつながりっていうのがちょっと想像できないんですけど、この方程式っていうのはつまりどういうことなんでしょうか。スキルとかって練習していくとこう部分で練習してしまう。例えばコンタクトスキル、ストップスキル、まあ、フィニッシュスキルみたいな感じで部分を練習してしまうんですけど、実際バスケットボールっていうのは全体になります。スキルが高いっていうのは全体の中の要素の部分が高くなってしまう。なのでゲームで必要なのは自分がどうするかじゃなくて、ディフェンスがどういうことをしてるからこのスキルを使うっていう方程式がどうしても必要になってきます。そのために今回大事にしているのは、ディフェンスを抜きに行ったけど半分抜けてる、その時にコンタクトプラスストップを使うっていうのが一番大事なテーマになります。そもそもこのスキルなぜこう必要なのか、そこを伺ってよろしいですか。さっきの前提としてはディフェンスを半分抜けてる、でも抜けきってないみたいな状況の時で、育成年代の選手特に多いのが止められてると思ってドリブルチェンジをよくしてしまう。そのチェンジってディフェンスからすると結構狙いどころなんです。でも大事なのは半分抜けてるっていう事実、そこに対してコンタクトを使って止まるっていうことでディフェンスをこう切り離すってことができます。ストップだけだと自分が止まるっていうことになるんで、自分が止まるじゃなくて相手がいる上で自分が止まるっていうのがすごい大事。動画で出してますけど、くっついてストップスキルで離れるっていうことができた時に次のチャンスが生まれるって感じです。半分抜けてるけど止められそうっていうのはオフェンスは次の局面でピンチになりそうだけど、そのピンチをチャンスに変えるスキルになります。参考となるプレイヤーとしてはオクラホマシティサンダーにいる SGA シェイ、コンタクトを使って止まった時にセパレーションしてプルアップ打ったりとか、今の NBA でも起こってます。では早速動画の方に行きます。はい、お願いします。こっち側の外向きできるだけ肩のここをくっつけるんだけど、こうくっつくんじゃなくてもっと斜め、はい、足だけ離してってで均衡を保って、勝ち負けじゃなくて同じぐらいの力感、多分同じのが保てると力入れないでいけるから、でそのまま外側の手でドリブルして普通に歩いて OK、 これだけ均衡保ってね、均衡スピードじゃない、スピードじゃない、歩いていい。あ、レッツゴー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 。これ壁で人で、こういう状況じゃなくてこれがこの状況で上がるキルをして、またこれはこうなってしまうよ、この状況で保てるようにして、さあドリブルよりも均衡を保ってね、均衡でちょっと構えて、はじめ動く、くっつく、離れる、オフェンスがね、そう動く、くっつく、離れる、動く、くっつく、離れる、このままジョグでいいからこういう風にして、で、くっつく、離れる、くっつく、離れる、で、くっつくときに肩のここ、三角筋のここね、くっつく、で、こっちに押すんじゃなくてくっつくだけでいいから、ぶつかんないでね、くっついてね。あくまでくっつくのは肩で、保つのはお腹ね。こっちなるべくダランシャルが使えないから、こうしちゃうと腕で全部勝負するようになるから、そうすると腕力が弱いとコンタクト負けちゃうから、こっちで勝負したいからこのままくっつけるし、 OK。今度ディフェンスボール持ってて、この手はここに乗っけといていいから、乗っけといて歩いてって、どっかのタイミングでこれをクロールして加速して、クロールで加速して、加速するときに頭をしっかり入れて加速して乗せといていい、そう厳密にはこれはオフェンスファウルになるかもしれないけど、今大事なのはこの動きで自分がちゃんと加速する感覚だけ掴んで、そう OK、 その時に頭が一緒に
下がるはずだからヘッドダウンまでちゃんとしっかりやってください。 OK、 あ、帰ってきたら手交代していってよ。肩と胸の間にボール当てといて、でこのまま歩いていって、ちょっと下がりかって下がりなので、この足で、あ、ごめん、止まって、パンチストップで、パンチストップした時にこのまま頭も一緒にパンチストップ、押すんじゃなくてここで止まる。 OK、 当てたまま、そうそうそう、 OK、ディエンちゃんとやってね、ちゃんとやってっていうかディエンちゃんダミーしてね、後ろ下がってバックペダル下がって、一緒ね、ここ当てたままでいいからドリブルしていってアンダードラッグしてクロールして、それから前足で踏み込んで止まった時にアンダードラッグして、オッケー。でその時フットスイッチね、フットスイッチも一緒にしてね、今ディフェンスの左側、こっち側ね、こっち側にいるから、これが抜けてるけど半分抜けてるから止まりました。でこれをドリブルして入れ替わんないと目の前にディフェンスいるから、この後にディフェンスを抜くために入れ替えて、こっちの手を入れてから加速席に押して、オッケー、ランジで踏み込め、入れ替わってクロールね、 OK、 ハングちゃんとしてね、ハング、あ、帰ってきたら交代して、これぐらい踏み込まないと、かわいいね、踏み込んでからこういく、オッケー、あ、いいよいいよ、タイム待っていいよ、オッケてる時にくっつくんだよ、動いてる時に、ありがとうございました。ありがとうございます。このコンタクトをすることによってセパレーションができるっていうところのつながりを見ている方にも理解できたかなと思います。練習メニューとかっていうのは、まあ、ドリブにしてしまうことが多いですけど、ドリブは何で必要かっていうのは試合で使うからですよね。試合に近いシチュエーションなんで、今回の練習とディフェンスがいてディフェンスを半分抜けてるけど抜けてない時にどう対応するかっていう時に、
自分の動きだけでは選手もやっぱりどういう状況かわからない。だから2人1組でやって抜けている状況をちゃんと理解して2人で練習するというのがすごい大事な練習になります。相手があってのシチュエーションを取り入れた形でこういうドリルっていうのは非常に効果的であるということです。ドリル練習だと What, How、 要は何をどうやってっていう動きを作るのはすごい大事なことなんですけど、スキルを使うためには Where、When、Who、まあ、どこで、いつ、誰に対してそのスキルを Why、なぜ使うのかっていうところがすごい大事になってきます。ここを理解しないと練習はできるけど試合でできないプレーになってしまう。なのでここは練習するでもすごい気をつけなきゃいけないところですね。今回の動画のポイントのおさらいをお願いします。一番大事なのはシチュエーションを理解すること。ディフェンスを半分抜けてるけど抜けきれていないが一つ目。そのためにコンタクトをする。そのコンタクトはくっつく、くっついた時に同時にストップをするということでセパレーション、ディフェンスと切り離すっていう状況が生まれます。では最後に視聴者の方にメッセージをお願いします。スキルトレーニングっていうのはいろんな動画が今出てきてますけど、スキルは上手いけどバスケットボールが上手くないっていう状況が一番良くないです。なのでスキル練習するときには必ず状況を理解して練習する、これを忘れずにやっていきましょう。概要欄の方にも T スポーツ3の公式 LINE の登録の案内があります。そちらの方を登録していただくとスキル動画のプレゼントが15個以上プレゼントされます。また最新の情報なども公式 LINE で配信されたので、そちらの登録お願いします。チャンネル登録やいいねボタンなどの高評価をぜひお願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。